7箇所参りの参道変どこ道変路道中の石仏七箇所参りとは四国八十八箇所霊場のうち香川県にある第七十一番札所岩谷寺から第七十七番道高寺までを変路する参拝方法の総称。江戸時代後期の完成十二年に書かれた四国八十八番寺社名称には足を吐き人はこの印がなり七箇所をめぐれば四国順拝に順図とあり、 古来1日で巡礼できる遍路として利用されていたことが伺える。それまで修行者が多く巡礼していたものが、江戸時代頃から庶民の間で流行するようになった。その一つが四国八十八箇所である。これを模して、小戸島には小戸島八十八箇所霊場、江戸には五府内八十八箇所霊場など、全国各地に大小様々な巡礼地が作られた。 また、近年では、四国別格二十霊場や、新四国万太ラ霊場なども、各地で作られているが、これらは、写し霊場、または、写し霊場と呼ばれ、四国変路流星の少佐とも言われる。七カ所参りは、四国八十八カ所巡礼が困難なものが、阿波一国参りや佐ヌ一国参りとして、短期間で巡礼できる変路として始めたことから、発症したとされる。また、 71番より変路を始める風習は、いやに寺ふもとの田ど津湾が、ことひらぐうに参拝するための海の玄関口として、栄えていたこと。1770年以降より旗小屋で配られた道中案内記によれば、全通寺を誕生の地、いやだに寺を入学の地、海岸寺を、産湯の地として、コンピラさんと合わせて紹介しており、四国88箇所変路の大衆改前より、 工房大師ゆかりの3カ所とコンピラ山の3系が、すでに一般化していたことなどが理由とされている。いずれにしても、当時の旗小屋が発行した観光ガイドが、コンピラ山系や工房大師ゆかりの地の3カ所、そして7カ所参り、等の参拝方法の紹介役を担ったことがわかる。四国霊場第71番イヤダニテラ四国。 霊場第72番マンダラジ四国霊場第73番から、デシャカ四国霊場第74番鉱山寺、四国霊場第75番全通寺四国霊場、第76番大金草寺四国霊場第77番、道高寺。ありがとうございます。